はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きている山ちゃんと申します。今回は Steam で2024年5月にリリースされた新作の中からユーザーの期待に応えた高評価作、未注目だった意外な高評価作、そしてイマイチだった期待作をピックアップして紹介していきます。5月はインディー作品が多くリリースされ、全体的にフォロワー数が多く期待されていたインディー作がいい感じでしたが、そこそこの注目作が不発だった印象です。個人的に買おうかと悩んでいた作品が軒並み低評価だったのが驚きましたね。ということで今回も5月の新作がリリース後どういった評価だったのかをピックアップして紹介していきます。動画では低評価なゲームを紹介しますが、一概に面白くないゲームというわけではなく、バグや最適化不足といった機能面、技術面などゲーム内容以外での要因で低評価となっているケースもあり、今後のアップデートによって評価が改善され、将来的にセールで購入する余地があるかもしれないので参考にしていただければと思います。それでは早速見ていきましょう。まずユーザーの期待に応えた高評価作ということで、リリース前のフォロワー数も多く評価率 90% 以上の作品を紹介していきます。エイバイオティックファクター、地下研究施設を舞台にした一人称視点の科学者サバイバル。新作紹介には入れてなかったですが、協力型のゲームは人気ですね。超常現象や非科学的な物体といったアノマリを研究している秘密研究組織ゲート。プレイヤーはゲートの科学者となって、アノマリーの封じ込めに失敗しカオスとなってしまった地下研究施設へ生き延びながらも地表への脱出を目指すことになります。ゲームはソロおよび最大6人での協力プレイを楽しめる一人称視点のサバイバルクラフト。研究所内には攻撃的な異次元生物や殺人ロボットなどが存在し、プレイヤーはそれぞれ特徴の異なる科学者の一人となって、仲間の科学者たちと共に資源の収集や拠点建築、食料や水の確保などサバイバルを繰り広げていくことになります。レビューを見た感じ、セブンデイズトゥーダイやプロジェクトゾンボイドに近いといったコメントが見られました。探索やサバイバルクラフトの他に拠点を構築して衣食住を整えていくゲーム性にスキル上げといった要素もあり、かなり完成度も高いようです。リリース前のフォロワー数は 15,900人、評価は7700件中 96%、 圧倒的に好評。ステータス管理では空腹、喉の渇き、便意、睡眠などもあり、トイレを我慢するとその場でうんちを漏らすこともあるようで、実はそのうんちにも使い道があるとか。エイバイオティックファクターは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ハデス2、予告なくサプライズリリースされた名作ローグライクアクションの続編。先月5月7日突如アーリーアクセスでリリースされ、ユーザーの度肝を抜いた本作。ゲームは不死の力を持つ冥界の王女メリノエを新主人公に、ギリシャ神話の世界を旅して時の巨神クロノス打倒を目指す物語が描かれます。続編となる本作では冥界での物語や魔術の誕生に関連した物語が描かれ、前作で好評を博した要素をさらに進化させ、無限に再挑戦を楽しめるものになっています。また主人公に力を授けてくれる神々は、前作に登場したキャラクターに加え新たなキャラクターも存在し、ゼウスやアポロなど12以上の神々から強大な力を得ることができ、能力強化のパターンはほぼ無限とのこと。新たに追加された様々なアクションを駆使して冒険を進め、美しく作り上げられた演出と旅の展開に応じて変化する無数のストーリーイベントがアクションと絶妙に組み合わさったゲームプレイが楽しめます。リリース前のフォロワー数は 183,400 人、評価は 38,200 件中 94%、 非常に好評。評価率 94% なので評価はかなりいいですが、前作と比べるとちょっとという意見も見られました。続編の宿命というのでしょうか、比較対象が Steam の評価でトップレベルに位置する前作ハデスとなると、なかなか厳しい感じはしますが、評価率 94% なら前作にも劣らず、十分にユーザーの期待に応えたのではないでしょうか。ハデス2は非常に好評な日本語対応の作品です。アニマルウェル、個人開発で約7年をかけた 2D メトロイドバニアアクション。本作はスライムのような主人公が不気味で幻想的な地下世界を冒険するメトロイドバニアアクションとなり、個人開発者ビリー・バスト氏が独自のゲームエンジンで約7年の歳月をかけて制作した作品です。ゲームはスライムのような形状をした小さな主人公を操り、蛍光色を発する植物が生い茂る幻想的な地下世界や暗く謎めいた迷宮を探索していくことになります。この世界では250以上の部屋が複雑に絡み合って構成されており、不気味な生物たちが生息していると同時に、どう猛なクリーチャーがプレイヤーの行く手を阻みます。本作では敵クリーチャーが存在しますが、非力なスライムは戦闘手段を持っていないため、それらをどうやってやり過ごすかもパズルやプラットフォームアクションの一部となっているようです。不気味でありながらも魅力的なブラウン管風の映像効果と幻想的なアートワークが特徴のメトロイドバニアアクション。
リリース前のフォロワー数は14,000人、評価は9400件中 96%、 圧倒的に好評。レビューを見るとアクション要素だけではなくグラフィックやビジュアル、サウンドを評価されている方も多く見られました。ゲームとしては謎解きよりもアクション要素が強く結構難易度は高いようです。ジャンプが結構シビアという意見がありました。またエンディングも複数あり、クリア後もエンドコンテンツが用意されているとのこと。アニマルウェルは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ラビット&スティール、ウサ耳キャラがレイドボスに挑む協力型ローグライクアクション。物語の舞台は月明かりの王国。数ヶ月前にこの国との連絡が途絶え、調査に向かった一団の報告によると、住民たちは外部のものを攻撃し、毎晩街の中心に巨大な白い塔が現れ、夜空の星々へと伸びていく。プレイヤーはこの異変の調査を依頼されたウサギとなって月明かりの王国へ向かうことになります。ゲームはローグライク要素のある弾幕アクション。ソロおよび最大4人でのマルチプレイが可能で、プレイヤーは魔法使い、アサシン、体験、踊り子、ドルイド、いずれかのウサ耳キャラクターを選び冒険へ出発。戦闘では敵の攻撃をかわしながら4つのスキルを駆使してバトルを繰り広げ、ランダムで入手できるアイテムやスキルのアップグレードでキャラクターの強化を行いながらステージクリアを目指していきます。リリース前のフォロワー数は4100人、評価は3900件中 96%、 圧倒的に好評。レビューを見た感じ、可愛いキャラクターだけではなく BGM について評価されている方も多かったです。難易度は結構高いようで、ソロとマルチでギミックも変わり、ソロだとストーリーを楽しめ、マルチプレイでは協力してクリアするギミックなども用意されているとのこと。ラビット&スティールは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。リトルキティビッグシティ、黒猫ちゃんが街を探索するオープンワールドアドベンチャー。本作は窓辺で寝ぼけてしまい、マンションの上からうっかり地上へと転落してしまった子猫が主人公のアドベンチャーです。プレイヤーは子猫となって街を自由に探索しながら、家に帰る手がかりを見つけていくことになります。街の中では様々な出会いがあったり、他の動物たちと交流したりと、好奇心旺盛な子猫には刺激がいっぱい。まっすぐ家に帰ることなく、街を思うがままに探索し、遊び回ります。作中では猫特有の行動や振る舞いを忠実に再現しており、猫ならではの無邪気で可愛らしい行動が見ていて癒されます。また街のエリアを探索する中で様々な帽子アイテムを集めたり、簡単なクエストをこなすことができ、お気に入りの帽子をかぶせて子猫を可愛くカスタマイズすることも可能。思わず笑顔がこぼれる楽しさと猫ならではの魅力がたくさん詰まったカジュアルなアドベンチャー。リリース前のフォロワー数は 28,000人、評価は3700件中 94%、 非常に好評。日本語レビューされている方で低評価の方はおらず、とにかく猫が可愛く猫好きにはおすすめとのこと。プレイ感はアンタイトルドグースゲームに近い感じで、気ままに外の街を冒険して時にいたずらなんかもするまったりとしたゲームのようです。低評価ではなかったですが、猫ちゃんやアイテムがマップ外の異世界に飛ばされてしまったり、個人的には値段的にこんなもんかと思いますが、ボリュームが少し少ないという意見も見られました。可愛いは正義、可愛すぎクライシスといったところでしょうか。リトルキティビッグシティは非常に好評な日本語対応の作品です。マレットマックジャック、アニメ風デザインが特徴的なハイスピードアクション。物語の舞台は2090年の遠い未来。世界は億万長者 AI ロボットロビオリネアに支配されており、そんな世界でプレイヤーは人間とインターネットが融合した新たな存在、マレットマックジャックとなってロビオリネアの AI ロボットを倒しながらネオン輝くステージを駆け巡ります。ゲームは一人称視点のハイスピードシューター。サイケデリックな色使いや VHS 風グラフィックなどレトロアニメ風の世界観で描かれます。そして本作の特徴はスリリングなゲームプレイ。主人公は10秒ごとにドーパミンを摂取しなければならず、生き延びるためには素早く敵を倒しドーパミンを摂取しなければならないといったハイスピードかつ緊張感のあるゲームプレイが楽しめます。リリース前のフォロワー数は 11,000人、評価は2600件中 97%、 圧倒的に好評。見た感じポストボイドっぽさを感じる本作ですが、かなり脳汁出まくり FPS のようで、レビューの一文では考えるな感じろ系 FPS とコメントされている方もいらっしゃいました。しかし時間制限のある中、ただ単純にゴールを目指せばいいだけではなく、スピードと戦闘のバランスが重要となり、窮地に陥るのも復帰するのも一瞬で、テンポが速くシンプルながらに奥深いゲーム性になっているとのことです。あと日本翻訳がいまいちという意見も見られました。マレットマックジャックは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ゴースト・オブ・ツシマ・ディレクターズ・カット。日本の離島・対馬を舞台にしたオープンワールドアクション。
物語の舞台は鎌倉時代、コトゥンハーン率いるモンゴル帝国の大軍が日本侵攻の足がかりとして対馬に上陸。島を防衛する対馬の武士団は初めて見るモンゴル帝国の侵攻により壊滅したが、ギリ生きてた主人公酒井仁はメイドから蘇ったものクロードとして故郷の対馬を守るため戦いに身を投じていくことになります。ゲームは鎌倉時代後期の対馬島全土を再現した美しい風景が広がるオープンワールドを探索することができ、戦闘では相手の斬撃を回避やパリで受け流しつつ直接戦闘を行うサムライスタイル、隠密行動で相手の背後や上空から暗殺を行うクロードスタイル、2種類のバトルスタイルを使い分けながら戦っていくことになります。リリース前のフォロワー数は82,000人、評価は17,800件中 90% 非常に好評。レビューでは美麗なグラフィックで描かれた胸の熱くなるストーリーについて評価が高いようで、わかるはずのない日本を舞台とした鎌倉時代を十分に感じさせる描き方に共感されている意見も見られました。ですが戦闘アクションについては賛否分かれていたり、細かなバグや操作性など欠点がないというわけではないようですが、それを補う以上のゲームプレイを楽しめるようです。ゴーストオブツシマディレクターズカットは非常に好評な日本語対応の作品です。ナインソウル、 SF と古代中国神話をモチーフにした 2D アクションプラットフォーマー。本作はホラーアドベンチャー変更ディテンションを手掛けたレッドキャンドルゲームズの作品です。古代の神々によって創造された銀河の狭間にある惑星ニューコンロンを舞台に、長い眠りから目覚めた英雄イーが自身を封印した9人の守護者ソルへの復讐劇が描かれます。ゲームはタオパンクと呼ばれる道教と SF が融合した新しい世界観で描かれたニューコンロンにある10種類のエリアを探索していくことになります。どのエリアも特色のある環境と建物が立ち並び、複雑に入り組んだステージのあちこちにある敵や罠はもちろん、各ステージに隠されている秘密や宝物を探すメトロイドバニア的な探索アクションとなっているようです。リリース前のフォロワー数は 23,000人、評価は2400件中 91% 非常に好評。前評判通りメトロイドバニアとソウルライクアクションを掛け合わせたゲームで赤狼を挙げられている方が多かったです。メトロイドバニアアクションでありながらパリをメインとした戦闘アクションは難易度は高めのようです。また戦闘システムだけではなく世界観やストーリー BGM に関しても高評価な方が多い印象でした。ナインソウルは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、ここからは意外な高評価作ということで、リリース前のフォロワー数が少なかったものの評価率 90% 以上の高評価な作品を紹介していきます。アークティックエッグ、違法な卵焼きを密造し売りさばく南極を舞台にした SF アドベンチャー。本作の舞台は2091年の南極、鶏に関するものが違法となる南極で、プレイヤーは養鶏場の行商となって脱出手段を探しながら空腹の人々に違法な卵焼きを密造し売りさばくといった謎めいたアドベンチャーです。グラフィックはローポリで描かれ、低解像度のテクスチャーが雰囲気と相まってかなり独特な世界観を醸し出しているように感じます。作中ではお客さんの好みによって目玉焼きにタバコで風味をつけたり、魚やソーセージなどを調理する場面もあり、結構シュールな未来世界の食文化を垣間見ることができそうです。リリース前のフォロワー数は630人、評価は850件中 97% 圧倒的に好評。レビューを見た感じ、大敗的な世界観で目玉焼きを焼くという独特なゲームのようで、目玉焼きを焼くのがうまくなるとかうまくならないとか。作中では調理するフライパン操作がかなり癖があるようで、フライパンを傾けて食材を動かしていないと火が通らなかったり、食材が重なると全然焼けないとかで調理難易度は高めとのこと。あと何でもかんでも調理するらしく、結構リアルな G も出てくるとコメントされている方が多かったので、苦手な方は注意が必要なようです。アークティックエッグは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。A Towerful of Cats、様々な時代、様々な姿の猫たちをなでなでする探し物ゲーム。癒されそうですね。物語は時空を超えた不思議な塔を舞台に、様々な時代や姿をした猫たちを探し、撫でることができる探索型のゲームで、プレイヤーは塔の頂上を目指しながら、途中で出会う隠れた猫たちを見つけ出し、優しく撫でて触れ合うという定番の探し物ながらに癒しのある作品。猫を大切にしている同制作会社は過去作に高評価猫探しゲームをリリースしており、猫たちの表情や仕草は非常に丁寧に描かれているようです。またゲームには隠しオブジェクトを探す要素も含まれており、プレイヤーは猫を見つけながらも様々な仕掛けや秘密を見つけていくことで新たな発見や驚きを楽しむこともできるようです。リリース前のフォロワー数は980人、評価は590件中 99% 圧倒的に好評。
レビューではやはり猫好きな方や猫を飼っている人におすすめとのこと。各時代の猫たち、パロディのような猫、どこかで見たことのあるような猫などが登場し、のんびりと猫を探しながら癒されるゲームみたいです。本作はシリーズを通して固定ファンが多そうな印象で、フォローはしてないけど購入している人は多そうな気もします。A Towerful of Cats は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。はい、最後にリリース前のフォロワー数も多く期待されていたものの評価がいまいちだった作品を紹介していきます。ホームワールド3、人気 SF ストラテジーシリーズ最新作。本作は2003年にリリースされたホームワールド2の後の時代が描かれ、前作から約20年の長きにわたる時を経てファン待望のシリーズ最新作として登場しましたが、評価はいまいちだった模様。現代の最先端技術を駆使して生み出された美麗なアートスタイルと、星々や星雲を背景に息を呑むようなダイナミックな戦闘シーンが展開。本作では銀河の黄金時代からその崩壊に至るまでの歴史を背景に、宇宙の崩壊をもたらす謎のアノマリーの原因を突き止めるため壮大な旅に出る物語が描かれるようです。ゲームは3次元の宇宙空間を舞台にしたリアルタイム戦略バトルが本作の特徴。プレイヤーはメガリスと呼ばれる巨大宇宙異物や小惑星帯といった宇宙空間ならではの地形を活用した戦術を駆使して戦闘を繰り広げていくことになります。リリース前のフォロワー数は87,000人、評価は3900件中 40% 賛否両論。日本語レビューはそれほど多くないですが、細かいバグのほかネットワークやマルチプレイに不具合があるようです。またゲーム内容については悪い感じのコメントはあまりないようですが、ただ値段の割にそれに見合った内容ではないという意見が見られました。ホームワールド3は賛否両論な日本語対応の作品です。メンオブウォー2、第二次世界大戦を舞台にしたリアルタイムストラテジー。本作は2004年に発売されたメンオブウォーの続編タイトルとなり、プレイヤーは45種類の大隊、そして400近くに及ぶユニットを駆使して第二次世界大戦の緊張感と臨場感を楽しむことができます。史実を元にしたキャンペーンモードでは、アメリカ軍とドイツ軍が戦う西部戦線、ソビエト連邦とドイツ軍が戦う東部戦線、そして連合軍によるオーバーロード作戦など、実際の歴史や出来事に基づいたキャンペーンを通じて戦いを繰り広げていくことになります。ゲームでは歩兵、戦車、砲兵など様々なユニットを駆使して敵陣を制圧し、地形や天候、時間帯などの環境要因を考慮しながら最適な戦略を選択し、勝利を目指していくことになります。リリース前のフォロワー数は46,000人、評価は2800件中 62% 賛否両論。レビューを見る感じ、高評価低評価ともに結構詳しく長文でレビューされている方が多く、期待値の、高さを伺いました。ゲーム内容に関しての意見は少ないものの、ゲームシステムの説明が少なく、初心者やリアルタイムストラテジーライト層でもかなり難易度の高いゲームになっているとのことです。ゲームシステムを理解するまでに時間が必要となるというところでハードルが高いかもしれません。日本語レビューではなかったですが、英語のレビューではシングルプレイでもサーバー接続が必要で、繋がらなかったり切断されたりするとの意見が多かったです。開発側もシングルプレイヤーのオフラインモードは最優先事項としているとのことです。メンオブウォー2は賛否両論な日本語対応の作品です。はい、今回は Steam で2024年5月にリリースされた新作の中から、ユーザーの期待に応えた高評価作、未注目だった意外な高評価作、そしてイマイチだった期待作をピックアップして紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？最後に 80% 前後の可もなく不可もなく作品は紹介には入れてませんが、簡単に注目作の紹介をしておきます。インディカ、5月2日リリース、リリース前のフォロワー数は 14,400 人、評価は2400件中 89% 非常に好評。セヌアズサーガヘルブレード2、5月21日リリース。リリース前のフォロワー数は 24,000 人、評価は3100件中 86% 非常に好評。あとソウルマスク、5月31日リリース。リリース前のフォロワー数は 37,600 人、評価は3070件中 79% やや好評。ソウルマスクについてはプレイされている動画を見た感じ、戦闘アクションも派手で面白そうに感じましたが、レビュー数評価ともに少し低めな印象という評価になっていました。5月は高評価なインディーゲームを多くかなり検討したのではないでしょうかね。ちょっと残念だったのは、個人的に購入しようとしていた国産タイトルが軒並みイマイチだったというところでしょうか。今回は以上となります。
私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。